よろしくお願いします。上谷直樹と言います。趣味で詰将棋を作っているものです。この度は詰将棋を、2台、紹介させていただければと思います。5手詰と7手詰を紹介したいと思います。それでは早速5手詰の方から、紹介に行ってみようかと思います。まあちょっと難しいところもあるかもしれませんが、解ける解けないはひとまず置いておいて、まあ、手順であったり、まあ、解説っていうのを聞いていただければと思います。難易度としては5手詰の方は比較的優しいかと思うんですが、まあ、7手詰の方は、まあ、ちょっと難しいところもあるかもしれないので、まあ、適宜、解説を聞きながら、盤に並べながらできればやっていただければと思います。それでは早速手順の方に移っていこうと思います。盤面は、このような形で、まあ、比較的シンプルな初見になっているかと思います。王様がここにいて持ち駒が3枚あって、まず詰将棋を解くコツとしてはですね、玉が逃げ場がどこかにあるかっていうのを探すんですけど、まあ、今回の図では、まあ、逃げ場がないのでどこか逃げられてしまうかもしれないというところは考えなくていいのかなと。あとは、玉型の駒の守備力ですけども、飛車がここに効いていて香車がこの辺りに効いているので、まあ、そこが、まあ、玉型の守備力ということになるのかなと思います。そして攻め方はと金がこちらにいて飛車がこちらにいるので、まあ、ある程度包囲できているかなと。この包囲を、まあ、維持しつつ、玉型を、まあ、追い詰めていければというふうなことを考えていきます。まあ、初手でできることとすれば、まあ、盤の駒を動かす大手だとすると飛車をこのようにするような手ぐらいしかないんですけど、さすがにこれはちょっと手が続かないだろうなというところで駒を捨てていくことになるかと、予想されます。金銀桂どの大手でも可能ですけども、まあ、例えば銀をここに打ったり、あるいは金をここに打ったり、桂馬をここに打ったりということになりますが、どの着手でも香車の守備力が効いていることになります。まあ、先に言ってしまうと攻め方はこの桂馬を打ちたいんですけど、このまま打ってしまうと香車の利きがあるのでこう取られてしまって、まああえてならずだったらこのような形で詰むんですが、まあ、玉方も抵抗するのでしっかりなってきて、こうしてもこのような形で手は続くんですけども、なかなか詰みにまでは至らないというようなことになります。まあ、ここで一つ覚えておきたいのが、まあ、香車の利きがここにあるので桂馬が打てないというようなところで他の手を考えていくという流れになるんですが、正解は2七銀と、ここに捨てるのが正解になります。これに対して受け方は同香成と香車を成って抵抗して、王手を、決めてきます。この香車を成る理由っていうのは後の手順で分かるんですけども、次の着手はこの空いた空間に金を捨てる2六金が正解になります。もし先ほどの手が、まあ、香ならずであった場合、まあ、ここで香車で取ることができず玉で取るしかないんですが、まあ、こうなった場合は飛車を上がってぴったり詰みということになります。この場合も後手詰めなんですけども、持ち駒の桂馬を使わずに、まあ、詰みが完了してしまうということになりますので、詰将棋界隈ではこのような詰め手順を同手数駒余り、同じ手数で詰むけど駒が余っているということで、これはいわゆる変化
枝葉の方に分類するもので正解手順には扱わないということになっております。金打ちのところまで戻しますと同手数駒余りの手順を避けるために強者をなっていたということになります。強者をなっても玉をまあこちらに寄せる飛車を上がるというような手順は一緒なので正解手順は同成香と受けるのが正解になります。まあ、これでは元の初形に比べて、まあ、強者がなっただけというような盤面になっているんですけども通常ならば多くの場合強者をなれた方が得な場面が多いんですがこの場合だけ違ってここへの危機2八地点への危機がなくなったので2八桂という着手が可能になり、まあ、詰みに至るというような手順構成になっています。詰め手順を振り返りますと2七銀同香成2六金同成香2八桂までの後手詰みになります。この詰将棋を通してお伝えしたかったことは2点ありまして、まあ、詰将棋では、正解手順、まあ、我々は作為順とよく言うんですけどもそういうものの他に変化手順っていうものがありまして変化手順の中には同じ手数で詰むけども駒が余る同手数駒余りという概念があってそれは変化になるので正解手順にはならないというのがまず一つ。そしてもう一つは、まあ、これは詰将棋が趣味な方だったら、まあ、よくお聞きすることですけども、まあ、いわゆるまあこの詰将棋も、まあ、雑誌に載るような詰将棋に比べたら比較的優しいものかと思いますが、まあ、優しい難しいっていう次元だけではなくて、まあ、面白いか面白くないかとかあとはどういう狙いがあるかとかそういった観点で詰将棋を作っているっていうことを、まあ、ぜひ一つ覚えて帰っていただければなと考えております。例えば本作で言うと、まあ、手順を尽くして強者ここにいる強者を鳴らせればここに桂馬が打てるのになという初形になっていて実際にそれを実現する他の駒が変わらずにここの強者の裏表だけが変わるというような手順構成そしてまあここの強者の裏表が変わった瞬間に一手で詰むというような、最小限の表現法っていうところを狙って、自分は作っておりました。まあ、こういったところが面白いなと思っていただけると、まあ、僕としてもとても嬉しいなと思います。